月並みの方に行って娘と一緒と一緒に、うん、もうこれはもう歴史的に残そうって言ってそれでやってるんですよね。であのデザイナーも相当吉本さんのものだなって力入れてやったみたいな。すごいな。今は本当に。今じゃ喜んだでしょうね。いや、ずっとこう見てました。ああ、でしょうね。値段の7万円っていうのは納得いかないんで。そう、どういう、どういう説明したんですか。実質そうなってた。納得いかないっていうか、まだ。実費で4万いくらかかる。ああ、それも。あ、そうか。ただ、もう、流水に出しちゃうと、7万になっちゃう。どこ行ってもいいですよ。なんで僕1万5000円になって言ったの。いや、だけど、あの、山田さんかなんかに、あの時ちょっと、いや、1万5000円って、それちょっと耳の中に入ってて。どうなんだろう。すいません。ありがとうございます。もうしばらくすると、なんか、あれくらいになっちゃって。違うもんだからやっぱり2000してんでしょ。2000してんでしょ。あ、本当だ本当だ。あ、本当だ。前に一つ一つの断りみたいな感じなんですけど、この間みたいに、まあ、何度か皆さん見たと思うんですけど、僕はどうしても許せない怒るっていう時があるんですけど、どういうことかってちょっと説明いたしますとね、言語と知識との関係で、言語それ自体が知識だと思い込んで喋る人間に対して怒るんですよ。で、つまりどういうことかというと、これも若い学生たち見てれば分かると思うんですけど、言葉それ自体がもう知識であり、知なんだっていうね。ところが知っての世界っていうのは膨大にあるんであって、その膨大にある知の世界、知識の世界っていうものを言語でしか語れないんだけど、その言語で語ろうとするときには常にその語り得ない知の領域、知識の領域、あれそれも同時に存在なんですけども、そこへの配慮を持って語るものなんですよね。で、それをその言語それ自体でもう知識である、知であるっていう形で、特にその左翼的な人がそういうふうに喋ったときって、僕はもう本当にね、心の真髄から腹が立ってくる。何をお前錯覚してんだっていう感じになりまして、それでこれは結構僕社会的な、もう病理現象で、いわゆる情報社会の中でもうそれが本当にもう蔓延しちゃってる。ですから、いわゆるそのデータ、その言語としてのそこに現れたデータ、それ自体がもう事実であり真実だっていう、そういう世界にこう、なんですか、一般化していくっていうですね。で、そういうことを実は本質的に生み出しているのが大学っていう、非常に僕の今言ってる中層インテリ装置で、いわゆるその大学の教師たちが、
要するに歴史に向かってあるいは世界に向かって自分のその研究なり知識なり思考なりをこう働かすときにですね、一方でその 言語とその蓄積されたその狭いあの知識の領域を要するにあの自己のものだという形あるいはそれ自己のものだっていうだけじゃなくてもそれがすでに客観であるかのような設定をして同時にそれでいながらあの逃げ道をですね客観的な知識がなんかこうまた別にこうあるんだみたいなものを想定しながらこうやっていく。だからつまり知の領域を自分で領有してそこの限界に対して自分が自分としてどうしていくのかっていうそこのところをこう踏まえないでこう語るっていうですねそこへのこうなんていうんですか憤りなんですよね。だからあのつまりあの時は僕もいや別にあんたに怒ってるわけじゃないんですそういうものをその存在させてることそれ自体に怒ってるんだっていうことなんですけど多分分かんないんでしょうねだから結構僕これ深刻な問題だっていうふうに思ってるのとそれから同時にあのそことはもう了解は僕は逆に言うともうありえないっていう感じがもうしててあのそういう時大体怒りますであのということは、まあ、ちょっと今日のその鬱のところにも実は間接的にかかってくるんですけどもその自分が自分に対してどういう自己技術を働かせていくのかっていうことの あのある意味での難しさとあの同時に潔さも持たなきゃいけないんですけどあのそこへのなんかこう配慮っていうのかということですよね。ちょっとそれ特に細工は喪失してるって感じをするん でしかも知の領域はもう50年ぐらいまで止まったまんまでしょ。だから余計それを感じるっていう今思いますね。なんか弁明に見えたようなあれですけど何かご意見がございますか。吉本さんおっしゃった知の視点勝手みたいなあのそういうっていうか、うん、ちょっとで僕らの頃もなんか知的であることがなんかすごく、どっかで間違えた要するに知である知ってること自体があれっていうのは確かにあったみたいにしますね。ものすごい、うん、その知そのものが 知識よく知ってるものを知ってること自体がなんかステータスみたいな感じでそういう雰囲気とちょっとあったみたいにしますね。うん、でもそれは学校科の世界の知なんですよね。だから学校の知っていうのはどれだけ知識を蓄積するかっていうんですけど、うん、あのそこから一定程度離脱して自分で生きていこうあるいは自分で物事を考えていこうとする時のその言語と知識のなんか一体性があるんだっていう前提みたいなものですよね。うん、なんか一番最後はその、まあ、ヒチって言いますけど、そういうのが本当のヒチである反チというか、あれはなんかやっぱり最後のヒチじゃないってあの言い方ですね、死んだのも、あれはやっぱりなんか読んでても吉本さん自身が、吉本さん自身が死んだになったことは分かりませんけども、なんか最後の究極の知のあの一般化するのは非常に難しいので個別のこう事例ということで言った方がいいと思うんですね。でもうあの個別の事例ですか具体的に言った方がいいと思うんですけど例えば武田誠二っていう記憶がありますね。で私は彼に関しては非常に評価する面と一つ面があるんですけどあの評価する面というのは初期の仕事を武田誠治ですね。それは非常に私は評価するんですね。ところが初期から少し出た80年代中期ぐらい以降の仕事っていうのは
あまり評価しないの、比較的ですよ。で例えば具体的な例で言うと、入門書書きますよね、彼ね。入門書を書きますね。22問とか、で書くとかね。私は、その入門書の書き方っていうのは、これは非常に問題があると思ってるんです。それはなぜかというと、これは原則から逸脱してるんじゃないかと思うんですね。原則っていうのは、学問を研究するときの原則から逸脱してる。でもし、22問を書くんだったらですね、ハイデガー論を書くんだったら、まともなハイデガー論がなきゃいけないと思うんですよ。うん、あるいは日論ですよ。最低限というのはしないけど、一つの端緒といいましょうかね。それで、ニーチェに関する研究をね、具体的な問題、テーマ設定、設定やって、問題設定やって、それに対して回答を与えるという、いわゆる哲学史家としての、あるいは思想史家としての仕事をきっとやった上で、ニーチェにハイデガーを書くんだというでしょ。ハイデガーの思想ですよ。ところが、それをやってなくてですね、実はないですからね。そういう入門書書くっていうのは、これは学問研究、あるいは思想史研究の、そのいわゆる態度として、あるいはかつ方法、学問の方法として、根本的な欠陥があるんじゃないでしょうか。そういう研究者ってものすごく多いんじゃないでしょうか。結局、例出しましたけどね。それは僕はむしろ市場の問題だと思ってますけどね。だから出版社から要求されるのはもう単純で、入門書を要求されるんですよ。なぜならば売れるから、それだけです。だから僕はほとんど出版社と、要するにもう離脱してって自分で出版社が作るのは、要するに分かりやすくとか優しくとか、でそんなことで思想や理論の対決ってのはありえない。でそれはもう一部だろうが、そこの算出するものはその市場ではなくてね、いわゆる研究生産、文化生産としてきちんとやり抜かなきゃいけない。でその市場は一人の市場でいいんだっていうさ、そういう前提を持たないとそれできないんですよ。だからそれは知識人の市場の方のね、その問題で、ここにもうほとんど全員絡み取られてますよね。そんなほとんどね、ほとんど、もうほとんど、もうほとんど全員で、それは自分たちで自分たちの市場を潰していってるわけだから。だから結局、でもね、歴史的に振り返ってみると、前にも言ったと思うんですけど、その歴史に残る書ってのは300部ですからね。300部、資本論なんて300部ですよ。だってそのぐらいしか、そのぐらいしか印刷できなかったの。で、フーコーだって自分の出したものを出せなかったしね。でそれはもう日本っていうのは、で結局ブルーリューも自分で出版社作ったでしょ。僕も結局自分で出版社作って、でそれにちょっと今さっき言った知識と言語との関係とはちょっと違うんですけど、うん、そういうところで言えばですね、いわゆる最知識人、新作知識人というふうに言えば、現存するというに一応、ね、限定して言うと、一応長崎宏はそういった意味じゃないですよ。まっとうな仕事って言いましょうかね、やってると思うんですね。その仕事の性質として、で彼は一応2つの系譜、2つというか、彼は理系の関係になりますから、系譜としては2つの系譜なんですけど、で、それとしてもですよ、一応長崎宏の場合っていうのは、大体反乱論から始まって、化粧技術、そして政治の原子学、あるいは相手である変歴史、そして、革命といってマルクス主義で大体その作られていて、その後の展開っていうのはない、私が見るところですよ、その後の展開はなくて、大体、彼のその国家部っていうのは1960年代の中期ぐらいの、いわゆる佐藤系譜のところで止まっていて、構造主義、ポスト構造主義の仕事っていうのは、もうほとんどの人で参集してないという、そういうふうになってるんですよね。非常に優れた人ではあるんだけども、実質的には80年代中期ぐらいで仕事は終わっ
ほぼ止まってるんですね。そういう展開はない。で、そういった山の問題っていうのはある。止まってるというね、うん、問題だと思うんですよ。でも、単なる怠慢じゃん。まあ、いや、まあ、まあ、そこは私はちょっと怠慢という言い方は私はしませんが、その山ある、その限界線が止まってしまってですね、展開って見えないというね、だと思うんですけど、ただね、今度別の展開行くとですよ、こういう思想の展開っていうのが私は問題があると思ってるんですよ。ちょっと見方が、今度葛西清のような人と思うんですよね。で、葛西清はみんな古いね、一応現存してる理由だから。葛西清っていうのは、まあ、一応彼はテロの現象学で記憶で登場して1970年代と終わりぐらいですけど、それから彼は日大小説に行って、そして本当最近といっても前の前で最近だけども、もう一度その例外社会っていうふうな本を書く形でですね、こうもう一度広瀬が戻ってくるっていう経路があるんだけど、私はこの間にですね、葛西清の場合っていうのはいわゆるマルクス創造派っていう立ち位置があって、で小坂秀平さんとか武田誠さんとか長崎雄志さんとかね、葛西秀平さんとかと戸田徹かな、あ、津村隆かな、で、まあ、そういう彼らが第三文明史上で対談してマルクスが出てですよ、うん、それでマルクス、いわゆるマルクスを原理的に批判したっていう立ち位置に立ってですよ。で、かつね、かつそのいわゆる彼らの立ち位置から言えばポスト構造主義で、そういう輸入者であるにもかかわらずポストモダンという形で批判をしてですよ、かつマルクス移動に関する批判もやって、で、そういう経緯をした上でもう一回映画社会で大好きでですね、いわゆるポスト更新の仕事を参照して、ね、もう一回出てくるというね、こういう問題性はあるんじゃないでしょうか。問題性っていうのは何を、批評のその質を言ってるのか、それともその現在 の、 その僕の言ってる商業出版状況の話をしてるの。ああ、それは、それから大学という制度アカデミズムのその話をしてるの。あ、そこはいわゆる左翼っていうところの、あ、左翼という主義っていうね、うん、そういうところのこうところに焦点を絞っていくつかに出したわけですよね。いや、左翼知識人という形で言えばね、そのまず世界水準としてのマルクス主義それ自体の停滞現象がありますよね、違う現象として、うん、で、それはどういうことかっていうと、もっとすごく単純なんだけども、構造主義的な要するに変動をきちんと、うん、要するに踏まえきれなかったんですよ、マルクス主義が。いわゆるマルクス主義、いわゆるマルクス主義が、うん、で、唯一アルツセール派がそこの領域をやったけども、うん、結局バリバル的な共情主義の世界に全部逆戻りしていくわけ、うん、ね、で、その中でマシュレーは文学理論から、それからスクノザ研究の方に行っちゃうし、うん、それからランシエールは映像論みたいな方向に行っちゃう、ジャック・ランシエールね、磨きに行っちゃうからね、うん、でもそこで開示された僕の言い方だと、マシュレー・ランシエールの地平線を誰も超えられないんだよ。で、それはどういうことかというと、マルクスそれ自体の考察と現代資本主義の構造のその関係性、これを要するにつなげられないんですよ、ね、で、そうすると今度は現代資本主義で現代資本主義のそれ自身の分析の方に行くと、これもここからも経済論もうほとんど停滞状態、ね、でその根拠は僕として制度理論への制度考察が欠落してるから、あるいは社会批判理論の社会それ自体への問い直しが停滞してるから、それを要するに明確しなきゃいけないという形で僕は僕なりにこうやってきてるけども、そこの現実的なその構造と理論性との関係性の取り方の動きをマルクス主義は開けてない、ね、で、唯一僕はポジティブに評価するのはデビッド・ハーベイだけですよ、マルクス主義で言う、うん、
いわゆるね。いわゆるね。で、それはちゃんと資本論の蓄積様式をきちんと踏まえて、現代の都市構造をちゃんと抑えて、で、資本のあり方というものの領域への射程が入っている。ね。で、ところが、ねぐり的な形になると、もう単なるアジテーションであんなの、どうかやると。そうですね、それは別な、さらに別な言い方というのは、社会主義に対する批判的考察がちゃんとなされていませんよ。あのちょっと話をね、そこへ行くと、ちょっとこれで行くと、私はねぐりっていうのを評価するんですね。で、もちろん、問題でもあるんだけど、それは、私自身の経験からいけば、やっぱりねぐりのその仕事っていうのは、帝国なんですよね。帝国、まあ、前も一応少しは知ってたけども、帝国の登場でもう一回そこからですね、公正的権力を読み直すっていう、自身の体験なんですね。で、それを見ることによって、その、ねぐりのいわば、マックス以降のマルクス主義における、ねぐりのですね、理論的な、ねぐりの理論的な仕事の意義っていうのが分かった気がしたんですよ。それはどういうことかというと、ねぐりは、ねぐりっていうのは、マルクスの理論、マルクス以降のマルクス以降のマルクス主義の理論に対して、いわゆる行動してポストポスト、特にドゥルーズとガダリに限定されるんだけど、あります。フーコもそうですけど、そういうその仕事を経由して、マルクシーを、いわゆるマルクシーを再構築しようとした。もちろん、その仕方っていうのは独特ですよね。けど、そういうやり方しか少なくともなかったんじゃないかって気はしたんですよ。そういう方っていうのは、マルクス以降のマルクス主義の理論的諸問題を解決する場合に、構造主義、ポスト構造主義を経由して再構築する場合にね、ねぐりのやり方っていうのはその典型的な例だろうって私は思ったんですね。で、これをやってる人っていうのは少なくとも日本ではいなかった。長崎漁師はそういう役割を日本の文脈では70年代でやったと思うんだけど、結局の彼は理論が止まってしまっていて、想定ができなかった。で、課題の場合は少しずれる形で、長崎とは違う形で、ね、ナムっていうのを作り出すことによって、そこをやったけども、このやっぱり、課題自身は、ポストモダン批判という形でね、彼自身の立場、課題自身の立場は、いわゆるポスト構造主義の導入者であったのかからず、誰が課題にはね。日本の文脈できない。カルタなんて何の文脈もできてないじゃない。だからどうし僕からするとどうしてアフリカのカルタなんかみんな騙されるの。いやちょっと、それはね、そのすごく単純なんだよ。自分でね、ちゃんとね、現代思想的原点読んでないからだよ。で読んだらね、カルタなんてバカバカしくて付き合ったなんかいられないはずよ。おおよそ知の数字が違いますよ。それで日本だってことで周りからチヤホヤされて、あれ海外でも息になってるだけの話でね。あんな体になって三流四流だよ。いや、まだ小坂さんだとかさ、途中のマシだよ、裏の方。だから僕からすると、どうしてそういう地の転倒が市場で起きちゃってるのかは僕なんかはもう理解できない。単なる要するに商業主義の、ね、岩波をはじめとした商業主義のさ、生産構造でしかないでしょ。違うの？そうね、まあ私が長崎で言われるように出したからね。だからそこはちょっと一旦ちょっと間に置いといて、ネグの話の方に持っていきたいんだけど、私はもうそういうふうに考えたわけですよ。で、問題はその評価付けの問題ですよね、むしろ。そういうことですよね。でそうすると、こういう問題だと思うんですよ。ネグの仕事のやっぱ意義っていうか、もちろん玄関も含めてですけど、どういうふうに見るか、評価付けですよね。で、私は全面的に否定っていう形は取らない。やはり、可能性をやっぱ引き出したいと私は思って、ネグに関してですよ。それはいいですけども。それはいい。いいけども。言葉の世界だって感じするな。言葉の世界。ネブリの中でよくイメージがわからないんだけど。山本さん言われたらね、僕らの子供の頃親とかね、
そんなのは大体知識とか信じてなかったし、詩人とか言っててもね、まあ全然違う、そういうじゃない世界があるっていうことだったんだけども、まあどっかなんか高度情報社会っていうかね、そこら辺りになる頃からなんか言われたような、あのそこの部分がなくなっちゃったっていうか、言葉とね、現実が対応しているかのようになっちゃったっていうかね、そういうことで僕は理解するんですけど、今僕も批評と創造っていうのでね、批評理論のそんな自分なりの倉庫でやってるのはなぜかっていうと、あの時のカジキ号だとか、それからあのこれはもうマイナスも含めてだけど、桶谷も含めてだけどね、あの江藤潤でさえやっぱり批評としての精神性ってやっぱりあったんだよ。精神性はやはりそのなんて物事の深みを何とか掴んでいこうとするさ、うん、それが完全にぶっつりと切れたのが体なんですよ、うんね、でそこでもう要するに体の論理だったら単純で A は A であるけど A でないっていうようなことをぐちょぐちょぐちょいじくりましただけよ、論理的に。でそれ以上のこと何にも言ってない。そこに知識主義が全部入ってくるだけで、その切断なら切断がなされた時に、まあ、蓮見茂子だとか、唐谷なんかはその切断をいわゆる表層的にね、形式的にやったんだけど、その時に根底的に失われたものの状態っていうのは何かっていうと、日本とそれからその、ね、社会主義でもいい資本主義でもいい、そのつながりの不透明さなんだよ。僕からすると日本も消えちゃった、資本主義も消えてるの、社会主義も消えてる。だ別な気がすると、日本という現実を見れてないし、社会主義の現実も見れてなければ、資本主義の現実も見えてない。でその要するに見えてないようなものの中で、要するに上ずったその形式的な議論がね、大学という生産装置のままそのまま乗っかって、それで要するに算出されてるってそういう構造で、そこに商業出版が全部乗っかってる。でそれは別な言い方をすると、吉本さんが消費社会をかなり肯定的に見始めて、で結局は肯定的に見るのもおかしいっていう自分で、反省的に見ていくけども、その消費社会だら消費社会が持つ幻想的な可能性の限界への無自覚です。でそれが今全部の局面になって出てきてない。そう、課題に関して言うだけですね、今のは体に含めてだけど、政治のやっぱ喪失っていうか、なんか一言言っちゃえばね、それでやっぱ今回の選挙でも共産党しか基盤がなくなってしまうっていう、実態としては新作的なものはもうないですね。で今日福島みずほが辞任するとか言ったけども、何て言うんですかね、それこそ前山本さんがおっしゃったマルクス主義との対決もずっと ないし、あの蓮見なんて、あの宮本賢治を日本のランボーとか言って自分の雑誌になんか共産党をずっと応援してて、幸せな人だと思うんですよ。確かより高く応援するかに確か浅田真央さんだって、そういうなんかなんていうんですかね、結局あのバブルの頃に囲い込みが成功しちゃって、それでなんかあの出世争いみたいなところでなんかやってくるのがなんかあのなんか政治だみたいになっちゃったみたいな、外から見るとするんですかね、なんか大学ないみたいななんかポジション争いみたいな、なんか外から見て。僕が死んだら僕のやって最後はやっと分かんじゃないの現状はあのマルクスとかフーコーの頃と変わらないってことですね。いや知的な選択性というふうに言うと、もう僕はもうあのフーコー以外 あの可能性を持っているというふうにはちょっと思えないですよ。今回東博樹がものすごいあの共産党にあのなんてヒステリーというか、あの対して嫌悪感みたいなのをツイッターで表明したんだけど、今になってああいうことを言うというのはやっぱりなんかあのそれやっぱマルクス主義の対決というのは全くないままに、あのああいう批評空間の中で浅田の後継者みたいにして出てくるというふうな、そういうもう非政治的知識人のなんかあの末路みたいな、末路とは言わないけども今になって気づくみたいな感じになってるのかなって思ったりしましたんですよね。共産党にも共産党にはもうマルクス主義者なんないじゃない。でもでもこの前あの副委員長の話の仕事でちょっとインタビュー見てたら、なんか一応世界で高度資本主義の世界であの
共産主義が実現した国はないから、あの世界で一番自分たちがやるんだってことを今に言っていて、この世の最大の誤りは共産主義だよね。この共産主義に対する誤りをちゃんと左翼が自分たちできちんと総括しない限り、でそれは社会主義国のちゃんとした現実をきちんともう分析することですよ。それができてないの。現実問題として結局反原発勢力というのは、だから今度はこれから共産党と一緒にやっていくしかなくなってしまったので、政治の中ではどうなんじゃないよね。いや今のいやあのちょっとさっきの議論をちょっと、ね、元に戻して、現実のその資本政策生産の分析とそれでマルクスの理論との関係というのを出しましたが、非常に大事な問題で、この関係に関する考察が総合も含めてですけどね、なされてない、これできない、非常に難しい。でいや全然難しいと思わないよ。真面目に素直にやればいいんで、だから今さっき言ったようにハイデッカーだらハイデッカー研究者はハイデッカーをきちんと真正面からもハイデッカーを研究すればいいし、ね、ヘーゲルはヘーゲル研究者で、長谷川博士のそんな役でさ、社会が喜んでないでどうしてあんなわけのわかんない役をしたのかさ、もう一度反省しながらちゃんとヘーゲルに立ち向かえばいいし、でフロイト全集がとりあえずわしらたちが頑張ってやったけども、フロイトに対して何の考察の深みもないじゃない。要するにそういう現代社会なり現代世界なり現代生活に意味があって生かしうるという知性に対して、あるいは知に対してね、あまりにもみんな無責任だよ。それそういう基本をちゃんとやれってことが一つと、ね、それからもう一つ僕ソビエト行ったのかよあんたたちってね、行ってみないと一目で分かるようなおかしさ、スターリン様式の建物がさ不気味に立っててさ、ちまたフラフラ一人で歩いてたよな、もうすぐ警察寄ってくるから、で地下鉄乗ってみなよ、もうね昭和30年代か40年代ですよ、そんな世界がね、要するに社会主義で世界の展望だなんて言うんだ、冗談じゃない。そうだね、そのソビエト行ったのかって感じ、僕から。そこに関してはほぼ共通了解じゃないんじゃないでしょうか。そうかね。あのもちろん特定の特定のその選手団を限定するとそうではないんですけどね。特定のっていうのはもう一体的に言っても構わないと。社会評論というのを出している思想運動というグループまでありますけど、そういったそのところっていうのは文字通り今言われたような。過剰な幻想を持っている選手団と思いますけどね、でそういうないところっていうのは僕一般に考えて現存社会主義という理念っていうのは共通了解あるんじゃないでしょうかね。違いますかね、うん、現存社会主義っていうね、うん、に関する問題性に関する共通了解あるんじゃないでしょうかね。でむしろ考えなければいけないのは、当然それを踏まえた上で共産主義の実現可能性っていうか共産理論を含めてですよ。不可能だよ、ありえない。もうそこでだからそこの間違いに対する確認はしてないんだよ。つまりそれどういうことかというと、資本主義っていうものの分析が全然なされてないからそんなこと出てきちゃうんです。あれね、うん、これ今一番日本における根幹的なところはどこだと思う？経団連だよ。経団連、あいつらは資本家じゃないですよ、あれ高級労働者集団だよ。そこを誰も分かってないじゃない、ね、ここの問題はもう日本における最大の欠落点だ。いや、これはね、本当左翼は早く目覚めるべき。ちょっとそこまでちょっと行く前に、いや、それは現実だもん。いや、ちょっと行く前にもっと話を戻して、ちょっとここあんまりこの話したくないんだけど、ちょっと聞きたいんだけど、どう考えてるか聞きたいんだけど、計画的生産というか、それは可能と思いますか？それとも考えない？不可能。それは意味ない。それは資本を自分で使ってみれば分かるよね。
自分でなさってるんです。すぐ分かる。それはね、あの1000万単位の資本を動かしただけでもすぐ分かる。どうぞね、計画的な生産が不可能だっていうことは、社会主義経済計画計算の社会主義経済計画論争でほぼ論証されたというふうに見なして、とすると、じゃあ道は計画経済が不可能なんだったら、当然そういう意味での計画経済的な社会主義的生産ってできないってことですよね。うん、もうありえない。統制的に強圧的に飼育するしか方法ない。だから社会主義に対するきちんとしたあの考察を、ね、歴史無視をきちんとしなさいって言ってる。とすると、いわゆる計画経済が不可能だってことだって、まあ、前提を見るとね、そうすると、いわゆる計画と市場、いわゆる計画と市場とのやっぱ調整しかないってことですよね。いや、市場も間違い。市場は商品の市場であって、資本のダイナミズムは市場を必要としない。これさえ分かってない。資本というのはね、市場を必要としないんですよ。商品というものが市場を必要とするの。なぜか単純なの。商品という量産生産からの販売が必要だ。その問題は市場概念のいわば問題だと思うんだけど、そこは。だから僕、資本経済というものをきちんと分析してないって、現実も見てないって言ってるの。いや、ちょっとね、ちょっと話をもうちょっとね、じゃなくてもうね、要するにここにもうメガネを置いて、ね、メガネを置いてもうそこの前提にしてそれを見てるの。いや、私は別には置いてないけど、うん、問題は生産と消費者の関係の問題に話を移行しなきゃいけないんだけど、それが生産したものを交換という市場を媒介しないです。今の日本はね、交換というのを媒介するということが前提になっていると思うので、生産したものを交換を媒介にして消費するという、そういうその仕組みだと思うんですけどね。今の議論というのは、要するに計画経済ができないということが前提だから、で、そこの判断も別に問題してんじゃなくてですよ、問題は消費ですよ。生産と消費、この関係をどういう構成するかという問題ですよ。あの、ね、例えば今僕はさ、この本をさ、ね、その小倉さんに1万5000つってじゃない、片っぽは7万で売ってじゃない。分かるんだけど、ね、これどうして。いやいや、それ分かるんだけど、問題は生産と消費との関係をどう、だからそれを生産と消費なんてやっちゃうから、もうこの現実が見えなくなるんだよね。交換なんていうのはないんですよ。商品の世界で交換はある。いや、交換ないということに関してもそこは了解できるが、うん、だから別な言い方すると、じゃあその交換なら交換がどういう形の関係性で出てきたかっていうのも、フーコーの言葉と物の中にちゃんとはっきり書いてある。交換という概念を失ってもいいでしょ、うん、話進めたいから、うん、生産したものを消費するというね、この関係はどうなの、どういうふうに考えますかってことです。あのね、昨日の生産して消費されない、これ何百年もつ漆塗り消費されない。それは消費の概念の問題だから商品だって言ったの。産業的インダストリア商品の世界の話でしかないで、インダストリア商品生産の世界は現実の生活世界の中のほんの100年も満たないシステムです。それも分かるが、もうちょっとね、じゃあそうする、ね、いわゆる大量消費、大量生産したものの消費というものの関係をどう考えます。え、具体的な食料でいいや、食料間違えて食料を生産して今だって目の前の畑で耕したものを食べてりゃいいんだもん。なんでそんなキュウリ流通させる必要があるの。それをどうやって分配するわけ。え、分配なんてする必要ない。目の前で作ったものをお互いに必要なものをそこで生存経済でやっていけばいいんだ。だから僕が言ってる場所なら場所というものをちゃんと作ればいいの。そうするとそこで梨がなかったら、梨のある人間とお互いに話をして梨とそのキュウリを交換すればいいんだよ。で、それはもう交換じゃないんですよ。もう分かる、そう分かるんだけど、あまり長すぎる気がするな。いや、あまりじゃないって。いや、詰めていけば多分それ間違ってると思う。間違ってないって。あのね、要するに商品の生産論理と商品の理論図式から物事を考えてから全部そうなっちゃってるんだよ。だから僕はマルクスとマルクスであるサークルに対して一番言いたいことは、経済学批判用語と資本論との、ね、違いがどうして生じたのかをきちんと考えろって。サークルに関する必要はないんだけど、うん、ただまあ、
怖い強いだと思った方がいいのかな、日本としてね。いや、これ相当し、これね、別の気がすると左翼がそこを分からない限り、この要するにその自民党も含め共産党も含めね、この連中たちではひたすらはびこるだけだよ、これ。この無知もお前が、これが今本当に僕は今 なぜコミットしてるかっていうと、本当に左翼しっかりしてるって感じ。でこれは左翼の役目ってあるんですよ、歴史的にね。それは支配的、それから決定的なものに対してちゃんと距離を取って、その限界と次なる可能性を示すことなんだよ。いや、たとえ実現できなくてもこれができてないんだもん。で経団連が高級労働者組織だったという、これさえ分かってないの。あいつらはスターリニストよりもひどい連中だよ。これ本当に理解すべきですよ、経団連は。これが日本の国家を完全にダメにしてる、経済もダメにしてる。これはもう右も左もね、問わない。その連中らのスターリニズムの組織、要するに商品生産経済運営、これが日本を滅ぼすよ。早くこれに気づきなさいと。それはすごく感じますね。それは全く一応よくわかる。概念が変えることは、資本家がいればマシなんだよ。僕は聞いた限りはね、矢野さんの議論というのは概念的なズレがあって、それをうまく成功すればね、展開できるかするんだよな。まともな資本家って今見てるとちゃんと給料払ってますよね。でも別に言い方ね、まともな資本家ってほとんど中小企業です。それですごいちゃんとボーナスも意外とちゃんと、はい、儲かったものでバーンと考えして、ちゃんと社員のことも考えてるしね、自分で作ってる生産物に対しても責任持ってるしね。そういうのはかなり、はい、いろいろ村上龍なんかがなんかどんどんやって上げてきて、かなりいやすごいのがいるなと。それ例えば どういう会社ですか、まともな。いや製造業から具体的に どこですか。名前はつまりそんなにでっかい今企業じゃないですよ。地方の企業でなんか社員の親父からあれまで全部雇って、それで給料ボーナス儲かったの全部その出してるし、すごい会社なんですよ。本当ね、何社もある。例えばね、これ前僕言ったと思うけども、でこれ電気これ直流でつくんだよ。なんか小売りに転換してんだよ。で要するにテレビならテレビが直流でつくんですよ。でそれを交流で配分してるから、交流から直流に変えてるんだよ。で自家発電というのは直流なんですよ ね。自家発電で直流した電気をテレビに接続できないんだよ、交流通さないと。こんなバカなシステム作ってるんだよ今。今度はもう何かというと、もう要するに電力会社の自分たち その電力配分システムを独占するためのシステムですよ。とこんなことを明日変えられる。これ全然みんな気づいてない。町の電気屋さんだってみんな知ってる。だから自分たちの暮らしの中で、要するに何が要するに生活に大事で便利だってことをきちんと見直して、そこから足をつけていくことだよね。で僕から言わせれば、まだ極端な言い方になるけど、テント村でそんなこと寝泊まりしてたって何も変わりしないのですから、原発反対なんてそんなことやってしょうがない。目の前の自分たちの電気エネルギーを明日にでも変えることができる、町の電気屋さんと一緒に。でそれはね、例えば医療システムで電気が今途絶えちゃう、停電しちゃまずいとか、ね、一定程度の生産工場で電気が停電しちゃまずいとか、そういうとこ一定程度あるよ。そこはそこでキープすればいいけども、自分たちの暮らしの中っていうのは本当に今こそね、左翼だら左翼の人たちが中心になって、それを今即実行すべきです。明日からでいい。なんでこれやんない。でそしたらその生産だとか消費だとかさ、それから資本論だとかさ、すぐ分かるよ。でそういうの全部どっかなんか今さっき言った言語と知識の世界で宙づり状態に置いてるから、そこの認識ができなかった、ね、僕から言わせるとね。吉本流名一つ読めなくなった。
それで平然と吉本さん引かなきゃいけないわけじゃなくて、バカタレって言うんですよ。吉本さんに限界があって、限界があるなんて、ね、新聞記事で限界を感じて、どうぞって自分で心的現象を読んで葛藤してみろっていう、言語にとってビデオを読んで葛藤してみろっていうさ、それやってないんだもん、うん、こんな単純なことで。あれ交流直流ってのは どうなんですか、ま、直流しても全然いくら山本さんが言っても誰もやらないですか。いやいや、僕はあのある瞬間にスタッと移行したと思いますよ、ね、そうですか。やるとおかしいんだもん。だから今も直流で交流で豆すあの直流で証明するなってそんなこともない。それ自家発電は太陽光ですか。何でもかも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 何でもできるとかあるんですか。今の段階の太陽光でできるんですかね。なんか結構いや今の太陽光なんて全然単純な話で、太陽光も減ったくれもないんで、自分で発電して東電に売って、東電から売ったお金でそれでやってるだけの話じゃない。自分で自分でやる生かせないんだ、使えないんだ。なぜかというと単純ですよ、交流だから。それ勝手に機械いじっちゃってやったら電気風に全部引っかかるそれはどうなんですかね。なんか法廷闘争みたいになってる。いや、それをやるべきでしょ。だって自分たちの暮らしの電気だ。この国で直流でちゃんともやってるところってあるんですか。ないですね。まだない。世界的に一部やってますよ。できるとですね。部分的にはね、うん。だってそれが本来の電気のあり方です。だからすごい単純なことなんですよ。だからね、電気のその配分システム、それから水の水道の配分システムね、この2つの中、2つをも要するに基盤とした資本主義相対論の分析を左右できてないでしょそれで資本主義が悪いなんつってんの。それからあと銀行ですよ。銀行なんて銀行の手なしてないんだ。単なる何昔の質屋と同じじゃない。担保したものだけお金出してさ。だそれを一言の総体で言うと、日本で資本は動いてない。でトヨタだと調べてみたらば、1兆円を超える利益出してるのトヨタ1社だけだよ。こんなの資本主義社会じゃないですよ。たったか1兆円だよ。みんな何十億何百億の生産しかできない。要するに資本を動かす力と能力を日本は持ってない。これはもう決定的。それでその資本というのは資本主義の枠には入らない。これも分かってない。でそんなことはマルクスが書いてる1857年。いやもう全然わからないのは、あれなんですけど、いわゆる贈与論ってあるじゃないですか。ああいうものは山本さんの考え方とどの辺がこう、クロスしたところがあるのか。いや、現象的には贈与ですよ。山崎のあれだと贈与ですよ、うんうんうん、ただそこにちょっとお金取って済むと手間かかってるから、うんうん、まあ、ちょっと1万5000円ぐらい、ね、うんうん、っていう関係ですよ、うん、で赤の他人に対して贈与は関係ってないじゃないですか、うんうん。ただ僕の場合は贈与なら贈与のもっと根源にホスピタリティっていう関係があるんだということの、うん、発見ですけど、うん、だから別な言い方すると、なんでその生産とか消費とか交換とかっていうそのマルクスの資本論世界のその資本論にも届いてないんだけど、現象世界で物事を思考するように一般になっちゃったのか。それは別な言い方すると、僕自身が大学時代そうだったからね、そういうもんだと思ってたから。で実際のマルクス読んでみたら違うんです。
経団連の話は腑に落ちるというか。これ僕ね、どこが政党ががんなのか何ががんなのかっていろいろ労働組合はもう経団連だと思う、確信持ってですね、経団連ですよ。理由持ったら何やってんの。だから労働、労働者、公共労働者取り連合ですよ。自分たちの立憲に行くと利益だけ回って日本の経済のことを考えて一回のデモなんて聞いたことないし、何十年要項はどうなんですかね。あの新薬とかあるじゃないですか。どっちですか。日本語で読むとしたら古いやつになってるんですけど。いやどっちでもネットで見たら新薬さんに変わんない。変わんないですね。要項もダメでもしょうがない。一回ざっと読んだけど忘れちゃったとこがポイントなのかなとか。だからちょっと高橋純一たちにもう要項本当真剣に翻訳しろよってさ、どうするかできるんじゃ。フランス語版はこの間つい 1,2 年前に新しく新訳出た。外国で要項に注目している人たちっていうのはどうなんですか。そういう論点というのは、ない。あの要項研究は日本がナンバーワン。もうそれもしかも1970年代のね。あの人たち出るのってないですよ。でそれなりの水準が出てる。ただ今言ったように思い込みでやっちゃってるから、うつだからうつうつにもなってないで何してんのって感じで、も今日うつ病の彼来てないじゃん。楽しみにしてる、うん、せめてさ、高橋純一、三上さんぐらい分かってくれよって感じだけどね、うん、せめてね。なんかこの前、三上さん全然話が分かんなかったんじゃないかって気がしたんですけど、うん、まあ、まだあのでもね、問題設定のポイントは全然ずれてないよ。僕やっぱりさすがだと思った。僕思い出したんですけど、僕10年前に三上さんに初めて会った時にちょうどですね、状況でその木端さんにあれ山本さんが書いたなんでしょうか、政治のやつ、これなんだなんかあって、場所、都市のやつですよね。政治理論の地平、都市国家空間の政治理論、ちょうどこれ出た時にちょっと宮崎学が栗本慎一と立てて選挙やってて、それで味岡さんに会って、それでちょうど場所の話とかしたんですけど、それで今思えば味岡さんと会うためにそういう話して、天童村でも神社の話とかしたんですよ。そしたら神社なんか全然意味がないとか言ってて考えてみれば10年以上前にそういう話をしてて、会ったきっかけの時もそうだったんだけど、なかなかだから分からなかったんだろうなっていう感じで、だってヘーゲルとか初期マルクスに戻るみたいな話になっちゃってると、なんかやっぱ味岡さんが、その時味岡さん、フーコーと吉本とか言ってたんですよ、ロフトのなんか公演とかで。だからなんかそういう議論とかがなんか噛み合うのかな、とかなんか引っかかるとかあるかなと思って聞いてみたり、あの時これのなんか鹿版みたいで作ったじゃないですか。あの時僕余ったの3冊ぐらい買ったから1冊で味岡さんにあげて、それで話とかしてたんですけど、なんかやっぱりなんていうのかな、そのやっぱ構造主義以降っていうことは全然頭の中入ってないし、良い本がないせいもあるのかもしれないけども、なんか全部休みけど周りが悪いと思うけどあんな感覚センスがいい人が、だってこの間の話ちらっと聞いたけど、審査役なら全然ブレてない、偉いと思った普通ブレますからね、さすがと思った。ただそこから思考が入っていかないよね。そこは入っていけるように体
配慮をつけてあげない今思いっきりあの力入れてるのもそのテント村の裁判みたいですからねなんかあの、選挙にはもう全く興味なくて選挙を棄権することに意思を持ってなんかあの選挙と関係ない大衆との回路をつなげたいみたいな話しててでもそれがテント村の裁判なのかっていうと違うんだろうけどなんかそういう感じになっちゃってるんでいやなすべきはあれですよ今審査系の審判だった人あるいは審査区の活動家だった人が首長になってるその首長たちの共同戦線をきちんと作ることだね首長市長とか市長あの猪瀬だってそうですよ、そこら辺のちゃんとしたきちんとした連合があの維新の会とは別な次元できちんとできるかできないかでしょうね、でだって今日だってちらっと若い人と話してたら最高怖いですねって僕こうですからね怖いそういう無知がはびこってるわけでも維新の会とか行っちゃうんですよね若くてなんかあんまり知的ではない政治に興味持つ人ってなんか今そういう右の方に行っちゃってなんか叩けば左翼を叩くとか中国か韓国叩けばいいみたいな単純な方向に行っちゃってるしテレビの洗脳が効いてすぐ中国や韓国の悪口言って日本を強くしなきゃならないかっていうような人ばかりになってきてキバタ党立ち上げたの行きましょうそういう妄想がいいですできた本の読み方全くしてないってことですよね。うん全くただ本読みに終わっちゃってるいや本読みさえできてるその世界だけで生きてる今の議論の味ですね資本概念買い概念、商品概念そこなんだと思うんですよねそこなんだと思うだから単純なんですよ商品概念から資本概念をきちんと引き離すこと全然別なのなのにあの商品生産の再生産メカニズムが資本のメカニズムだというふうに思い込んでいるのと資本を G の資金貨幣だというふうに思い込んでいるその間違いだから GW を資本と貨幣との交換だあの資本と商品の転換だと思ってそんなそれは貨幣とあの商品との関係性の世界です、まあ資本概念の話になるのかな。いや、経済学者とか哲学者で、カルノっていうなんか若い人で、フーコーをずっと向こうでやってきて、ぶち戻ってきて、経済学やったりしてるんですよね。で、その人にちょっと言ったのは、その今のその日本の資本主義、あ、経済の市場経済だったのは、国家が、絡んでるものに見えてるのに経済学者に国家って概念が全くないから、ね、全く結びつける理論ができてないとだからその今の大御所のいろんな経済学者のようにもいますけどその人たちの理論は全くあの今の資本主義経済市場経済を解けないという言い方を彼がしてるんですよね、うん、若い学者、うん、だってマルシュ経済学者でしたら国家論ないんですよその彼も国家論だから書いてるんだよねうちの時に若いんですよ官論なんとかで資本というのは WGW が回転してそこから反省的に見直した時に出現するものだよね、うん、こんなことはもうマルクちゃんと言ってる、うん、それから資本というものの要するにそのスケールは僕が理解した限りでは国家予算なんかというのは資本のスケールに入らないはるかにでかいんですよ資本スケールそれは世界と動いてるそれさえ掴んでないで国家予算90兆円でしょ、ね、それで
1兆円にも1兆円も動かしてない、なんか10億円で100億円の利益しか出してない、こんなものを資本家だ、資本主義だなって批判やってるんだろう。資本のメカニズムになってるのはもう90兆円なんだ、はるかなことメカニズムですよ。これに対する良識認識は全然ない。何やってんのって感じ。それで資本が悪いとかさ、資本は善悪の判断に入らないんですよ。ものすごいダイナミックなこと。で、もっと今度逆に言うと、極小的には資本というのはもう自己の能力、それ自体も資本。ん？自己の能力、自分の能力、力量、これも資本です。その場合の資本というのは近代以前とかもあるとで、全部ある、ね、あの市場経済化したっていう客観化みたいな自体が間違ってるところなんでしょうか。いやだからその一部の、うん、一時期の一部の状態をなんか経済的なある種の普遍基準概念みたいにして物事を考えてるということ、うん、市場経済の言葉みたいな市場経済は間違いだなんてことは経済同意化でさえ言ってで別の言い方するとなぜ経済同意化がちゃんとできたのかね。それは一定程度の資本家の集まりですよね。ともかくあのもう一日でも早く気づいてその行動を起こさなければいけないことは経団連の解体を左翼がきちんと提案して提言して動かない限り、資本の側から会社の企業の側からそれは絶対にあり起きない。組合の側からも起きない。なぜならば自分たちとはみんな共同体だから。これはもう左翼がやるしか方法ない。でも実態的に存在しているのかっていう、なんか壊滅状態のような気がする。いやだから実質上のは壊滅状態だけど逆に言えばそれだけスターリズム的に結束はものすごく硬い。逆に、労働組合よりも強固な組合組織経団連。労働組合もうちょっと通勤も組み合いましたけど、ボロボロですから、はい、何倍くらいになりませんから、競争原理を入れて給料どんどん下げて給料だけどんどん悪くしていって家族手当は全部大きな代にどんどん切っちゃうし、ボロボロですよ、組合は。別の言い方すると世界の基準も日本の経団連なんていうのは全然認めてないからね。あれ社会主義集団だとみんな思ってますからね。そこの認識をちゃんと取るべきだよ。え、どこに社会主義中だと思って。いや、その経団連なんて。経団連の労働組合社会主義組織と同じですもん。資本家組織じゃないですからね。親取りですよね。え、親取り、要するに親取り労働者たちが自分たちの高級取り組みの体制の維持を図っているわけです。スターリズム組織的に。その左翼の、あの経団連ではなくて左翼が解体だと思うんですけど、左翼自体がなんかいないっていうか、だからだめ、だから、なんかだからみんないい気になる。政治 集団として、まあ、存在してないし、実態としてはなんかない感じがしますからね。いや、それはね、理論問題いろいろあって難しいですよ。1989年革命が起こってるわけですから、その経験を踏まえた上で理論的なその基礎を作らなきゃいけない形になるわけですよ。そして、ね、不完全な問題がいろいろあるわけですよね。だって1989年から今まで何年経ってるの。もう20年以上ですよ。すごいでしょ。これ20年経ってさ、できないの。革命ってソビエトの崩壊ですか。やってないんだよ。1989年革命って何のことですか。ソビエトの崩壊ですか。いわゆるね、いわゆる東革命です。東革命、1989年革命というのはいわゆる東革命というのは日本は何もないよね。それも崩壊だね。
いやね、同時的にね、組合改編とか全部起きてるんですよ。1989年前後の時期ね。あれは世界的なあの大変動期の節目みたいな。あの、まあ、一応そのまそういうふうにした上で、なんとかね、その個体差ってもありますから、その能力も含めてね。で、私がどういう問題を抱えてどういうふうにやってるのかっていう部分とは別に、その利用者的に、あるいは思想的にどういう動きがあるのかってことは言わなければいけないと思うんですよね。ただそういうのは私はあんまりやりたくないので、自分の問題に引き寄せないといけないんだけど、それと私の問題いくつかあって、解かなきゃいけない問題があって、それはもう解こうとしてやってるだけなんですよ。でまだ結論出ていない。私自身なんですよ。他の人は関係ないもんね。他の人っていうのは、私以外の思想家や論家はどう考えようが、自分自身がどうやるかってことが大事なんで。それと、そういう立ち位置から言うと、今の議論で、理論と引っかかる問題はいくつかあるんですよ。今の議論で、山本さんが言われた議論の中で、そうね、それを詰め出すと、もうそれ自体が一つの大きな問題だから、それ自体はっていうのは、例えば一つの例だけで限定すれば、資本概念もそうですし、価値概念もそうです。資本概念もそうですし、価値概念もそう。あの貨幣概念もそうです。そういった問題。一つだけ限定しなきゃいけないんで、例だけ出しますね。もうどういう問題を考えていて、一つ例だけ出します。例っていうのは問題を例ですね。どういう問題を考えなきゃいけないかと考えていて、難しいと思っていると。一つ例だけです。計画批判、というのは、その一番第二章で、海外のこう言ってますよね。どう言ってるかというと、こうです。商品交換の直接的な商品交換から出される貨幣概念を交差し、そこで貨幣における貨幣形態を規定しなきゃいけない。まあ、前提は貨幣なんだろうかっていうのは非常に本質概念としては明快だけども、形態規定を与えることが非常に難しいので、形態規定を与えると。その場合に商品の直接の交換から生まれる貨幣に関する考察を行う。経済批判ではね。かつもう一つ前提があって、前提はその場合に貨幣商品を金と置くという道を言ってる。一応ですよ。経済批判の場合はね。で、ところが別の部分、別の部分というのは資本論の、一番最初の部分で、貨幣概念、第1章かな、第2章の、今の議論だけに限定するふうにしなきゃいけないんだけど、今の議論だけに限定してる。ああ、無駄。無駄無駄。経済的批判で言ったのももう一つ条件があって、信用貨幣は論じないと言ってる。もう一回整理しますね、議論の違いが。商品交換によって直接に生まれる貨幣の形態を分析すると。その場合、信用貨幣は論じないと。で、かつ、貨幣商品として金を前提すると言ってるわけね。とすると、経済批判の第2章を論じてるっていうのは、そういうその商品交換から直接生まれる貨幣、および貨幣形態に関する考察に限定されている。で、これは方法的な前提があって、資本論の初版の条文ではこう言ってる。物理学の例を出してますよね。物理学の例を出して、こう言ってる。物理学っていうのは、過程を純粋に考察する。過程を、ね、純粋に考察し、ないしは、核弾が最も少ない条件下の下で観察を行う。という物理学の例を出してる。これは別に向かうと社会学における社会分析の方法論としての課題を持たない。それは社会学を分析する場合に純粋にそれを分析する、なしは格段が最も少ない条件の下で分析するというのことで、これがマルクスの方法論だと。とすると今の貨幣論の話に戻すと、考えなきゃいけないのは
信用貨幣ですよね。信用貨幣における、貨幣概念及び、いわゆる貨幣形態、価値形態ね、信用貨幣という規定のもとにおける価値形態の制度か、よくこれは非常に難しいと思う。そういうことが一応私みたいな課題なんですね、貨幣論における。だとすると考え方は、生き方は2つしかないんですよね。生き方は2つしかない。池崎庵の論点に従えば、それはどういうやり方かというと、信用貨幣というのを考える場合に、商品交換から直接生まれる貨幣形態論というのは、いわばこれを純粋系統化、それの派生形態として信用貨幣というのを考える。派生形態ね、一応。で、そういうやり方が一つ。もう一つのやり方は別で、信用貨幣というのは本質概念において、かつその特殊ケースを商品交換から直接生まれる貨幣形態で置く。この二つのやり方しかない。で、私はどういうことを考えているかというと、当然にも信用貨幣を貨幣の一部に置く。この目で考える。で、そういうふうに考えないと、貨幣論は展開できないと思う。そうすると難しいのは、信用貨幣っていうのを貨幣の本質に置いた上で、それで貨幣の形態規定を行う。これはどういうやり方があるか。その時何をしようとしてるの？何をしようとしてるか。想定してるのは、現代資本主義における金融資本の動きを分析する場合のキー概念として貨幣概念を作り変える。作り変えるって。で、それは、それは理論的に作り変える。そう、理論的。もう現実を 見てない。それが見てることだと思うんだ。全然。スイスの現実見てごらん。スイスのプライベートバンクの現状をきちんと分析してごらん。うん、そんな貨幣論全部吹っ飛ぶ。そんな貨幣論吹っ飛ぶ。そんな貨幣論っていうのは今言ったような。信用貨幣だとか何とかだとか、貨幣形態だとか。うん、とするとね、今の議論の帰結はどうかというと、マルクスの経済批判における第二章の貨幣概念およびですよ、信用概念からすぐ概念考察っていうのは否定すべきものだってことですね。否定すべきです。商品分析にしか通用しない。商品分析としてはもう見事だけど、スイスの商品なんか相手にしてないぐらいメカニズムの中では何の意味もない。それはそういう意味での限界付けをしてるわけでしょ。限界付けというよりも資本主義の要するに貨幣の金融資本メカニズムというものを確立したのは要するにスイスですよ。国立銀行を全部含めて。それが要するにイギリス資本主義だり、イギリス資本主義という形で設定すること自体も僕からするともうブレてる、うん、歴史的に。そうね、ちょっとイギリス資本主義の問題ですとね、ちょっと一つだけ参照しなきゃいけない点があるので言いますとね、資本論の第一版序文の私が今ね説明した後にこう書いてるんですよ。まあ、そしてあとっていうのはその純粋に交差するというね、その方法論を述べた後にこう書いてるわけ。で、研究の対象は資本性的、まあ資本主義というかな、訳語で中心すると資本主義的生産様式およびそれと対応する交易関係、交通関係と交易関係。どんな表現かな、生産関係とこういう関係だ、それと対応するね。そうした後に、イギリスというのはこの研究対象のいわば例外になる。典型的なイギリスだけども、それは例外だと言ってる。したがってね、またその私の解釈によればマルクスの資本論の研究対象は別に歴史的に特殊な地位としての理由ではない。それは例外です。研究対象は資本性的生産様式およびそれに対応した交通関係および交易関係、これです。一応ね、私はそう考える。したがってそもそもその点に関する相互はないと思う。で、伝統的になっちゃう古典的なマルクス主義のある特定の解釈ではイギリスをその例として対象として考えているという、そういう解釈があるが、その解釈は私は間違っていると思う。その
使用の方法に関する会社としてはね。だから問題も、もう一回戻して話をね、そういうの私は今言った信用貨幣の議論に即して問題を考えようと思ってる。一応ですよ。なんでだからそれは なんでそれが資本主義の解明なの。なぜ解明なのそこで言わんとしてるその疑問ってことで言えば、文字通り現在の貨幣というのを信用貨幣と捉える以外に、あ、ごめんなさい、現海外の信用貨幣として捉えることによってマルクスの理論の限界しているし、つまり現実の資本的な関係性なり、あるいは資本主義でもいいけど経済様式でもそれを分析したいってことがあるわけでしょ。もちろん、ね、だったら水素を得なさいって言ったの。現実的な対象として、スイスという国が確立した金融システムを対象化せずして資本主義のメカニズムに対する考察はありえない、現地対象として。そうするとそこを要するに今度は理論対象として設定した場合、資本論は通用しない。やっぱ通用しないんだよね。通用しない、商品生産関係の分析として資本論は成立している。で誰かとってどんな本読めばいいんだろう。スイスないです。ない、本当に世界的にやったら完全にオブラートに詰まる。僕は理論的にはつまない水産がちょっと言えばお願いしますけど、理論的には逆の方向から同じ結論だと思ってるんですね。どういう結論かというと、資本論というのは資本主義的生産様式に関する考察ですから、当然それを超えた別の生産様式を考えた場合は当然資本論は理論的に否定しなきゃいけない。なしは資本論を否定したそういった別の生産様式っていう問題を提示しなきゃいけないというふうに私は思う。でもその分岐点が要項に僕はあるっすね。そうですね、そこはそういうことね。だから逆の方向から前結論になるんだけど、となると問題はその資本主義的生産を超えた、なし生産様式を超えた別の生産様式というのをどういうふうに両手に構想するかという問題なんだね。それはそうイマジネーションよりクリエーションというか、そういった力が必要なわけ。私はそれをその場所的生産様式しかありえないというわけよね。いや、それ一応確信持ってる、そこの文脈はいかがせてもらうんだろう。でそれも賃労働なくすことです。そこも基本的に同じなんだ。だからこう逆の方向で言ってると思うんだけど、それは当然のことなら賃労働資本関係を解体するっていうことを抜きにそれありえないわけだから。じゃあ土地ね、そうするとね、今度は私にとって難しい問題は文字通り資本の体系っていうのをどうやって内在的に食い破るか、基本的にですよ。食い破るみたいな横の立場で言われる単純だよ。でもそれはね、ちょっと私は良好に関してもかなり肯定的に考えてるのはあるんだけど、私読んだ限りでね、どうでしょう、良好というその文献自体の位置というのは資本の倉庫の一部分でありね、かつ全然僕はもうそう思ってた。全然違う。なぜかというと陽光というのは現実的な資本の世界との真正面からの対決やってる。ところが資本論になるとそれはもう完全に理論対象として理論的分析の領域に入っちゃうんですよ。だから要するに整合性と論理性が出てくるんだけど、それを資本論尺、じゃあ陽光尺度から言うと破綻だらけな、破綻だらけのところ全部マルクスが埋めていくんですよ。ね、それは別な言い方すると、これはもうこんなことはもうマシレイやランシェイク言ってるけど全部インチキですよ。つまり理論のための理論なんだ。だけど陽光はそこをそのままそれ自体として掴もうとしてるから、その格闘が見えてくる。陽光の場合ね、そういった生産性があるんですよね。これはもう全然別物。それは文字通り資本論体系を超えるそういったその手形ができるということですね。陽光においてそういうことですね、うん、要するに資本とその労働のメカニズムの根本の本質の問題がそこに展開される。まだスイスを対象にした場合にまだ陽光の方が可能性があると思うんですか。もう陽光の世界はそのまま、つまりそこを超えてない。それからスイスがもうそこの現実の中で機能しなくなってきた。もうだからリシウム資本で利子出せないんだ。昨日一昨日ぐらいに来ましたよ。
スイスの銀行から要するにもうお金預けておくとお金減りますよっていう減りますじゃあ単純に手数料つまりもう要するに銀行は利子を生み出さない、うん、だからスイスも完全に 0% になりましたけどもう 0% じゃないもうマイナスパーセント入ってでこれはもうあっという間ですよでそのうちに日本でも銀行のお金を置いておくと減っていきますよこれはもうあと10年経たないだってもう利子を満たさない銀行なんだろうかなと思ってたら もう完全におしまいですよ全然何も預けてないだから去年ですよ去年終わってそれでその制度化過程がこっちから始まってきてスイス、スイスの銀行というのは それこ場所とかには投資はしてないんですかしてるそれもういわゆる資本としての動きのありとあらゆることをスイスがやってるんですかそれはなんか商品経済みたいなのがどんどん浸透してきたってことですか、なんかじゃなくてもう利子だから利子それはだから僕要項はそこは資本論も使えるんだけどその利子未使用のメカニズムの要するにもうその資本領域報酬関係なんだけどそこで収奪するって関係性がもう取れなかったの収奪というふうに言われてたものがね回転させても利子にならないんですよねその分全部労働の側が生み出してたのでそれは実質経済がない実質経済がないって言い方で経験的に言われてますけども要するにもうこの商品生産をして販売して売るって形では利益はもう生まれないんですよマイナスにしかならないそれはもう僕自分で本生産してて本当に分かる今でも同じですよね今度少なくなって売らなくなって、もう技術はこうなっちゃってだから要するにこの兆候っていうのはもう自動車を1台売って2000円しか儲かんないっていう時にもうね1989年ぐらいなんだけどもうその時にもう露出してたんだけど今だってこの後テレビやった時あれだけテレビ装置を全部切り替えてもテレビで儲かんないですよねもう全然テレビがどんどん撤退してますよね、はい、スイスの減少がやっぱ世界的にもう全体なんだろうそこにあのプロテスタンティズムの資本主義の集約が全部そこに入ってる象徴的なものがそのスイスの資本、まあ、銀行とは全部現れてるそれは今完全要するにその資本主義の今の未来がもうそこにもう未来だから未来じゃないいや未来現実現実としてもう未来の姿がもうあるっていう感じですか、うん、だって恐慌があったってねこんなもんですよスイスにとっては、うん、エタ君も書いてない第二次世界大戦がナチスが来たらこんなもんですよそれは今度はガンってきてるお金が持ってても何百も経ってないいやもう終わった本当に終わった。じゃ逆に金はどんどん目減りしていくわけですか。いやだから銀行に預けていけば減りますよ。日本の銀行もう時間の問題。でそんなのも冷静に考えてみるとね、シティ銀行なんてほんのわずかですからね。300店舗ぐらいしかないですからね日本の。こんなもので金融資本の動きなんて作ってない。むしろ信用銀行とか信用組合がやってる。だからもう相対的なメカニズム、資本のね、相対的なメカニズムっていうものをちゃんときちんと理解すべきなんですよ。でそうすると、要するに僕はだから世界資本主義形態の基本っていうのはもう完全にスイスが半径だと思ってるけども、それがもうブラックボックスで、今までプライドバンクのブラックボックスで全然見えなかった。でそれが要するに 9.11 以降、露出せざるを得なかったんですよ。でそうするとこのシステムに巻き込まれないあるいはそれを要するに補完あるいは共同するような形でイギリスの金融資本主義とドイツの金融資本主義が今動いてるんですでこれでかろうじて世界の資本主義持ってるでこのスイスのここはもう動かなくなってきましたからこれ派生的にもうイギリスとドイツに来るんですよでドイツが弾けた瞬間に EU は全部破綻するこれもう時間の問題で今何が起きてるかっていうとスイスの方から日本の方にお金を戻し始めたこんなこと今まで考えられなかった日本がどうなるかわからないからスイスにお金を預けなさいって言った話だったら今もう逆日本に戻してきてるってこと日本が一番安全だでそれは錯覚だぞ幻想だぞって言ってもスイスの方は分からないもう中国の限界も見えてきたしね韓国のもう要するに
破綻も見えてるしね。と何もしてない日本なんですよ。何にもしてない。ドカーンとか。でも一気にスパン。銀行が全部そういう破綻してしまうというのは結局場所に投資するみたいな形で全部なっていくみたいな感じいや僕はだからその方法で資本を回転させるしか道はないということを一生懸命説得しようと。場所の環境の経済投資にしか道はもうない。資本の投資の道は早くそこに気づけと。商品経済ももうダメだと。ダメです、うん、金融商もダメ。生活最低必需品を商品経済生産を助ければいいんですよ。問題は商品あの資本関連なんですよ今の、ね、もう決定的にしよう。そこをどう考えるか。で資本概念を外してるから環境設計ができない、都市設計もできない。みんな同じ商品設計、都市設計になるでしょ。でそこにだから論理的に実証的に気づいてるのはハーベイだけだよって僕言って。サスキア作戦とかね。サスキア作戦はグローバルシティとしてそこのところ解明をしてる。でも一般理論化した時はもうずれるよね。資本概念もこっち側の問題だと思うんですけど、いやこれで。だけどね、ロジック的にはね、あの一級やってないけども、そのうつ病のね、自我とね、自己との関係と同じですよ。商品としても。そう考えてます、うん、だから要するに別な言い方すると、商品のうつ病的状態になってきた。自我と自己との関係。自我と自己。自我と自己との関係。それが。商品資本の関係と同じ。商品のうつ病状態。その場合の自我ってのはどっちに来るんですか。資本と商品。商品。自我は商品ですか。あ、今の議論の中では。自己は商品。本当それ自己ってもう僕なりに言い換えると自分ですけどね。まあそういう感じでね。自分を見てる、見てる。というのはその関係づけです。関係づけで。その中に携帯してあるわけですけど、見てる自分と見られてる。まあうん、もっと乱暴な言い方しちゃうと、そのそう状態になった時は景気がいい時、うつ状態になった時は景気が悪い時僕はあの要するにね、心的なメカニズムと経済的なメカニズムの構成って同じだって考えるんですよ。だからフロイトの議論も初期資本主義の議論になるし、ラカンの議論も要するにあの高度資本主義の議論になる。吉本さんの理論はもっとそこの本質論のところの経済の動きと絡み合ってるはずというふうに考える。うつ状態の時もあのそう状態も病気には変わりないと山本さんの方法的な特徴というのは、そういう心的メカニズムというものと使用システムというものが相当性というんですかね、それみたいなことありますよね。バブルはそう状態みたいな。バブルはあの総症状態で腕で破綻はじけて終わったと打つんだってあの今の点でね、あの確かにそういうふうに読むっていうのが大事だと思うと思うんですね。それは先ほど私が言おうとして言わなかったと思いますけど、貨幣の、あの貨幣形態を議論するところでですね、出荷資本ですけどね、あのこう言ってるんですよね。あの貨幣形態っていうのは、その心的な存在、関連的にあれは心的な存在だというふうに明確に、うん、言い切ってるんですね、あのマックスが。で、そういうふうにその考えると、あのいわゆる資本体系における貨幣概念規定および貨幣の概念の位置というものは、今言ったように関連的なもの、もしくは心的な存在であるというふうに、いうことによってですよ、いわば吉本の連想の体系とそこの部分で接続ができるんですね。その会計大論というのは吉本の連想の体系で、交差する道が少し開かれる。したがって、マルクスの資本の体系のその会計体に関する概念的な規定と吉本の原則の体系がそこで接続できるんですよ。でもう一つ別の文脈でいくと、
いわゆる民族的歴史観における、社会構成体論との関係での吉本幻想論体系の位置との関係なんですけどね、伝統的な形で言うと社会構成体ということで経済社会構成、政治構成、政治的社会、政治的構成を分けて経済的社会構成と政治社会構成を分けて政治的な社会構成ということでイデオという諸形態と法的な諸形態、あとは国家ってしますよね。でそれに対して吉本は共同幻想論の展開の中ではいわゆるその政治社会構成っていうものを幻想領域で置くと、そして幻想領域で置いてその幻想内部構造ということで幻想領域内部構造ということで自己幻想、通幻想、共同幻想を出すと、そしてそのいわば3つの概念の関係ある一定の形態ということで政治社会構成分析を行う、形態分析を行うというのが吉本の共同幻想論として出されるんだけども、とすると今言った社会構成体論でいくと社会構成体論も今言った吉本の幻想論体系でそういうふうに変換させた場合にいわば伝統的な意味での社会構成体論では展開できない、構成体論においては政治社会構成というのは吉本の幻想論体系では全て共同幻想に集約されてしまう、したがって伝統的な社会構成体論においては自己幻想と対幻想というその幻想領域が展開できないという問題になると、そうすると今のその2つの議論を説をすると社会構成体論における幻想、幻想論体系、自己幻想、対幻想、共同幻想の3つの関係によって形態を、幻想の形態を分析するというその方法と会話形態の分析のそれが結びつく、つまり共同幻想の一定の形態ということで会話形態というのを考察する道が開けるというものですね。ちょっと分かんないのは まずねマルクシーの中で一番ダメな概念というのは土台上部構造というメタファー概念と社会構成体概念なんだよ、一番使い物なんだよ、ね、で要するに商品の形式的な現実形態とその商品と貨幣とかが循環する再生産メカニズム様式、これは解明できてるんだ、解明できてるんだだけど冷静に見てごらん、まず国家論の解明なんてマルクス全然できてない、ね、でしょ。それはもうレーニン国家論の状況になってレーニン国家論的なものの射程を入れながらなんかそこでうろうろし始めたのが社会構成体概念で、で特に社会構成体概念は僕から言わせるとサミラミンだけどね、サミラミンが要するに資本のメカニズムを資本蓄積様式を考察するときに社会構成体っていう内部的な国家的次元を想定しなきゃいけないっていうふうに出してきた、それがあるぐらいですよ。あと社会構成体の現実的な理論形態ってどこにもない、マルクス主義体制やってない、それはまあ当然のことができてないわけで、なんでないもん、そんなそれ国家と革命ぐらいだからね、うん、ないもんそんなの。それは理論的にはそうで、そうだっていうのはそれは当然のことで、マルクスの資本論体系っていうのはいわゆる国家形態、国家形態なしはイデオ的諸形態を射精してるから、射精した上で経済社会構成を純粋に分析するっていうね、それが通ってるからできないんですよ、当然のことは。したがって伝統的な意味での、まあ、マルクスの資本論体系に従った形の伝統的な意味でのマルクスっていうのは当然それはできない、法務的に無理。だからこそ吉本の幻想論体系の意義が逆にあるわけです。だから逆に言うと、うんね、共同幻想論、ね、それをもし要するに理解すると貨幣幻想論、商品幻想論、それをちゃんと構築する、うん、で商品幻想論と貨幣幻想論がどう絡まるかということをちゃんと理論的に解明する、その社会構成体概念も上部構造もいらない、吉本理論の方がはるかに使える。私は社会構成体概念で十分見ていただいて、そんなもんないもん、いや
で社会構成なんだ。どこにあるの。いやそれは経済社会構成という用語を使った時に出てきてるものですよ。でしょ。だから要するにあのどっからやったらドイツイデオギティカル経済学助言的なさね、ポワンとしたものです。あの今の論点というのは、今の論点というのはどういうふうになるかというと、いわゆる社会構成体における経済社会構成と社会経済社会構成一体意義は何かというと、土台上部構造というそういう用語形を概念的に転換するためなんですよ。でもそういう形したわけできてないんだよ。いやちょっとうつ病っていう話が出たんで、ちょっと臨床心理士としてね、うつ病って、現実的にこういうふうにうつ病の人と、なんだろう、やり取りすると効果があるっていうか、回復してくるみたいなことも含めて言いたいんだけども、その今のね、経済社会構成体が、まあ、グローバル資本主義っていうことがあるとすると、それ自体が、うつ病を発生してさせてるっていうふうに考えるんじゃなくて、そのグローバル資本主義の中とそれが制度として動いてるとすれば、それに基づいてる規範っていうか共同元素、グローバル資本主義の規範っていうのがあって、まあそれをちょっとざっくりで言うと効果効率みたいなことで言えば、それがみんなの中に、共同幻想としてグローバル資本主義の規範が入ってて、それに自己幻想を合わせてるのが経団連の、幹部、完全に合わせきれてるっていうか、そうやってその共同幻想に自分の自己幻想を合わせて同時さ、それで その効果効率から脱落していく人がうつ病になるそれやっと本当に思ってて、だからうつ病の人を治すときにはそういう規範から離れろ、関係ねえ、そんなことでくだらないことで生きるなって、自分がその効果効率的に動けないとかってバカじゃねえかって、そんな今の世の中が作ってるんだっていうことが大事なんです。それは実効性あります。実効性あります。実効性あります。私は今、就労なんかで悩んでるっていうのは、つまり効果効率ですから、もう今、100社に受けても入れないっていう若者は傷ついて、就活ね。うん、で自分に対して要は自信が持てないっていう状態になるんですよ。でそれは起死燃料につながっていくんだけども、うん、そういうところでそういう社会システムの中で、あなたはもっと能力を出すべきだとかね、そういうことに戸惑わされるな、そんなことで自分にダメ出し出すなみたいなことを言っていって、ケアするっていうね、それはすごくわかりやすい。わかりやすい。要するにそこから落ち込まれるとものすごくホッとするわけだ。落ち込まれてから全くリアルな関係なくなるとホッとするわけだ。もうね、どれだけ共同幻想に絡まれて中に飲み込まれたってことね。だから病気になってる人はうんと人がいいんで、病気になるとも見ててんだから素直に決まってるよね。一生懸命それに規範に生きようって合わせよう合わせようって思うほんとんってんの、どんどんそれで病気悪くなってる。ただ今政治勢力が規範の目標を完全に失ってて、選挙に勝つことだけが肉を目標化しているようになっちゃってるっていうのが、ああいうめちゃくちゃすぎるっていうのも、なんていうのかな、その効果効率が全くないっていうのもなんかこれ、いやなんかまずいなっていうふうに、まあ目標がないからでしょうけど、まあ資本とかって話になるとちょっと大きすぎちゃってこうイメージがわからないんだけど、今ぐらいの話にこう持ってきてくれるとなんかリアルだよ、昔の資本と貨幣経済みたいな考えで考えたらもう全く分析できないってことですね。いや昔に言われるもう間違いの論理ですからね、現実を見れないと、そうか、要するにでもやっぱりなんか今回選挙でボロ負けしても何にもなくなっちゃってるっていうのも現実見てなかったからじゃないかっていう気がするんですけどね、あの以外の自民党以外の勢力がもうボケまくりになってもいいじゃないじゃないの、全員それででも最悪もう現実見てるとも思えないし、なんか
じゃあだから左翼はしっかりしろっつってもしか道がないよ。左翼の一般名詞使わないで具体的な意図はないの。左翼一般名詞じゃなくて三上の頭だよ。例えば安倍さんなんかは今回の選挙は一切関係ないっていう言い方をしたりしてるし、それはいいでしょう。それはでもそれでもテント村であることが民衆とのだから無意識と真相の無意識でつながるみたいな言い方になっちゃう。左翼の希望もなんかなんかなんかやっぱり三上さんしか俺ないと思うよ。そこはちゃんと限界も分かって引き受けてやれる最後の人。だから最後はちょっと嫌らしいな。それだとねよくいや後が出てきないって言うでしょ。要するにいやいやだって山本太郎が受かったってすごくさ喜んでるのが安住さんの周りに結構いて。それだってなんかこれが唯一の希望の光だみたいな言い方するんですよ。だって それってなんかもうこんな見ざる聞かざるで自分の嫌なことを全部排除した人が山本太郎を受かっただけで喜んでるみたいな感じですもん。なんかだからここからも政治論も権力論もないからそうなっちゃう。そうね、左翼の問題を言ってるからこう言わなきゃいけない。一応文脈で具体的に言わなきゃいけないけど、いわゆる反旗があるじゃないですか。で反旗は79年に解散かな。で解散して、まあ、50回になったわけだけど、つい最近反共の武装闘争に関する文書が小山氏が出たんですね。でこれ出たで、もう一つちょっとほんの数年ぐらい前だと思うんだけど、資料集というかちょっとナンバーシックスに関する資料集が出て、それも情報版という形で神玲子が、改めた記憶を載せる形で、まあ、福地さんですけどね、それで本名を出してみてっていうやり方を取ってるんだけど、この具体論を出さなきゃいけないと思うのは何かというと、そのセクトナンバーシックスのそれを出すときにですよ、で福井さんの記憶を温めたものを出すってことはそれはそれでいいんだが、この数十年間にわたる総括にも全くない男性はね、これを出してる。1点目、2点目、武装闘争の証書を出した小山氏が該当者として、で 9.16 とかね、そういった戦場闘争の議論を出してる。でそこである特定の人物に関する批判をしてる、まあ、高橋です。あんま具体的に出してるから高橋純一がどういう話してるかっていうと、給食の時に3時間ですね、給食の時に戦闘の時に捕まって、それで内容を暴露してね、自分でそれで逮捕者出したんだと。そういった人間がね大学の教授になってそれにもっと何かと言ってると、まあ許せないっていうことを書いてるわけ。それでかつね、武装闘争、いわゆる反旗のね武装闘争 の、まあ、彼だけは知っている事例を出すわけね。私がそれを見たときに、この1960年の中期からですよ、そのこの2000年の現在ぐらいまでの理論的な反省全くなし。私事実は書いてる、確かに事実ではないと思う、まあ、それは一応ね。けどまあそう書いてる。やっぱりね、こういうその理論的な反省とか二足の反省っていうのが、ね、全くなくてね、解雇団を出すこれ自体は問題ですよ。完全にこれは停滞とね、いわば思想的な解体と、それの例ですよ、事例ですよ。あと反旗派ってそうです、私はね。でも反旗派じゃなくてその人でしょ。僕らは要するに良いことなし、善の機能を発揮するときにさ、自分の欲望が赴くんだってことの自覚さえないからそうなっちゃう。でそれで人を裁いたような感じになってね。でこんなことはもうネットで日々みんなやってることやねん。で、まあ、私はそれに多分出したのは左翼という一般名詞じゃなくてね、具体的なその出来事として示した方がいいと思ったからです。でやっぱ大事なのは、そうやって我々にとって大事なのはこの数十年間の歴史があるわけだから、私だったら1958年からと言います。それは文徳、いわゆる第一文徳結成からだから、もう50年以上経っていて、それを経験というものがね、もうあるわけだから、それに関する理論とか総理の反省っていうものをきちっとやることでしょう。それがない、
しなきゃいけないんじゃないですか。そうと同じだよ。だから戦争責任でやんなかったさ、吉村さんがやってるのさ戦争責任さえなされてない、最悪責任さえなされてない、まあ、おそらく一般名義じゃなくて ね。でそうするとこの50年間の歴史っていうのを医療に総括するには当然のことながら様々な成果があるわけだから、それを検証しなきゃいけないわけでしょ。その中に当然のことながら吉本さんの幻想の寒さもあるし、さまざまな他の思想家や文化の仕事もあるわけですよね。具体的にあの特にそれは出しませんけど、吉本さん以外にはそのことを やることなんじゃないでしょうか。でも聞こえるところに声が聞こえて聞きたいけど聞こえてこないですよね、あんまりね。アソシエでちゃんとやらせなさい。もう今やってる講座ってのはそういうことじゃないですか。もうどんどんもっと広がって全部半原発やってる人たちでもなんか多分そういう場所とかいうコンセプトもやっぱエコロジーでもなんかいろいろによっちゃ伝わると思うんですけどね。ただどうなのかな、具体的に何ていうふうに言えばいいかなみたいな。最後の人も異心的な喋り方するような人が出てきていや誰の気持ち何的喋り方だけなんだけど何的なんか僕が思ったりするのはその栗本さんとあの味岡さんが世田谷自由大学ってやってて、そこでやってあのなんて共産してるのが保坂信人だったから、保坂って今世田谷区長じゃないですか。であと城南信金なんかもあそこら辺じゃないかな、なんか地盤が。だからなんか保坂とかに行っていけば分かるんじゃないかなって気もしないでもないですけどね。僕はのちょっと話を忘れて、サイクルという名称を一般名詞で批判するんじゃなくて、それから具体的に特定してですね、あのその議論すると、しないといけないと。そうじゃないと、あのサイクル批判というそういうその位置取りをすることによって、そうすることによってですね、何らかのこう優位性を持つようなそういった現象ってやっぱり多いから、依然として。具体的に言ってもいいんですよね。あの例えば中政正樹って言ったらそうでしょ。ん中政正樹歌ってみますよ。朝良くないよ。良くないなってクズだよ中政正樹と。あんなもんこれ知的な粗暴してさ、要するに商業出版的なね、その基本的なそのベースがもうそこもぐちゃぐちゃですよ。だからこういう自分たちでちゃんと出版活動をしながらさ、その文字が持つ力と意味をきちんとやりながらやっていかないと。でそれはあの情報の文字よりも明らかに物質的な力を持つからね。それをちゃんときちんとやっていくことですよ。そうするとやっぱりあれですよ、あの話をされてみると、その解かなきゃいけない課題を提出して実際にそれを解いていくところですよね。で、山口さんはそれやってるから実際ですよ。だから別な言い方、僕はこんな言い方やられたけど、なんで俺しかやってないのって感じ。まあ、俺しかやってない言い方はちょっとそこはあの、ご了解しますけど。いや、本当だよ。もう愕然とするわ。世界でちゃんと見ながらやっていけばさ、そうならないのよな。なんで俺一人になっちゃう。いやまあそう言わずにもっとその引き出す人をいくつか出してほしいんだけど、僕だったらそれはいろいろ引き出さなきゃいけない人をいっぱい出しますよ。いっぱいあの批判する点もあったりしても、ちょっと広松和夫とかね、それ長崎博士とか河谷光人とかいう人は学ばなきゃいけない人、あるいは引き出す可能性を引き出せないような人、限界を否定したとしてもね、そういう人たちはいる。そういう立ち位置を取る。で問題は自分だから、自分が書かなきゃいけない解かなきゃいけない問題に対してどう解くかってことですよね。だからそこはブレちゃってるからさ。いやまあそこはその私自身の正義判定はそこは、ね、もったいないね、時間の浪費だから、うんまあ、今スイスは露呈し始めてるんだから、ね、本当にそれで、それでスイスを分析した時は要するに今までの金融資本論含めてね、ちゃんとそれを乗り越えていくっていう形で理論化できるっていう対象があるわけだから、それをちゃんとやるべきです。しかもスイスの中ではローカルマネーまでファンクションして潰されてるんだから、
なぜそれ潰された？なぜですか？でも要するにナショナルマリアの恐怖です。完全潰しますからね、ローカルマリア。つまり別に言い方すると、貨幣の本質をローカルマリアは全部ぶち壊し。だから逆に言うと、貨幣の本質を一番ローカルマリアが露出するはずなの。どうでしょうね、ちょっと話が。これは、なんだっけ、名前忘れちゃった、ゲーデルじゃなくて、ゲーセナとか。少しの話が出ますけどね、問題点ということで言うと、この本を読んでたんですね、マックス・カイレという、超一平という人がね、書いた。これ、なんて題名？超一平、マックス・カイレというね。で、これ、確か現地は1999年ぐらいだったのかな、ちょっと今、確認してないけども。で、この人は、例えばね、言いますよ。中国人なんだけど、どういうような仕事やってるかっていうと、大体わかるものだ。ちょっと読むね。超一平。1956年3月南京生まれ。1981年8月、南京大学哲学部哲学科卒業。哲学博士。南京大学共産党委員会副書記。南京大学文学賞。南京大学マルクス主義社会論研究センター長。マルクス主義研究院委員長。哲学部教授、博士課程大学院指導教官、中国マルクス・エンゲルス研究会常務理事、中国弁証法的唯物論学会常務理事、中国マルクス主義哲学史学会常務理事、あとちょっと読めないのでちょっと出しますね。次、代表作、マルクス・カイレ、これもちょっと読めないので、1999年。レーニンへ帰れ哲学ノートのポスト歴史学的改革2008年、不可能な存在の真実、羅漢哲学の、映像、小無印小印鑑2006年、テキスト信仰、西洋マークシーの古典テキスト改革第1巻、中国人民大学出版社2004年、第2巻、中国人民大学出版社2008年、問題構成、超古的読解でイデオロギー、アリストテレに関するテキスト学的解読、中央翻訳出版社2003年、マルクス弁証法の主体次元、南京大学2000年第2版、無常識弁証法の創造力、アドルノ否定性の弁証法のテキスト学的解読、三連書店2001年度がある。一応まあこれを出した。で、なんで出したかというと、1956年ぐらいの生まれの研究者が中国にいて、で彼はどういう思想の教育かというと、もうこれは明らかですね。いわゆるここで言うとアドルノ大セルを出してるわけだから、批判理論の系譜と構造主義的なマルクス主義の系譜を踏まえた上で、かつまあ楽観も出してますからね。反北京派だね、多分南京だから。そうですね、文献だけで言うと、ラカン、アリステール、アドルノを出して、そしてまあ、レニンやったと。そういう人が現れてる。しかも、これ、こういうのね、出してる。これだ、共産党との関係はどんな感じになってる？いや、当然、これ書いてるところに、南京大学共産党委員会副書記。現役です。南京大学副学長。現役？現役かどうかはここではない。ほぼ現役です。日本で。だから次が80年、いや、次が56年前だから。56でしょ、うん、55、うん、で、そういう人が出てきてなぜこういうのがしたかというと、国から認められてるわけじゃないでしょうね。当然ね。で、やっぱ大事なのは、ラカン、アルセール、アドルノやって、かつマツ・レーニンですよ。こういうふうにその基礎が作られて、これはね、どう考えてもこの50年間の1950年間というのは、戦後史も含めて1945年という後の話ということなんだけど、戦後のヨーロッパマルクス主義の、なしはマルクス以降のマルクス思想というのの展開の、それを啓示していることですよね。それと表れている。よく捕まらないね、その人。ジジェクがやってるようなことで、まあ
まあ、私はこれ今日来たばっかりで、運動なんですが、出版記念パーティーがあって、27日かな、6時から彼を招いてやるんですよ。で、どういう人たちがやってるかというと、基本的にはね、具体的に、ね、名前言える社会組織、社会、具体的に言うと広松学派の、社会思想史研究会っていうのがあって、そこのメンバーです。もうそこのメンバーというともう分かると思います。例えば吉田典夫とか、吉田典夫とかですね、あと星野聡とか忽那恵三とか檜山紀彦、石塚良治、小林正人たちです。で、こういうところまでは一応時代としては来てるんじゃないでしょうかと思うんですよね。ここまでは来てると。さっきの話で言うと、その両手が経験ということを考えないということで例を出したんですけどね、そこまで、まだ来てるんじゃないか。この人なんかやっぱりあれですか、中国のその今のまあ社会主義というか、まあ、一応形だけの言葉だけなんだけど、それのなんか理論的な何かに関係になってるんですか。当然そうでしょうね。なってるんですか。当然ね。これ支えになってるんですか。いや、まあそれは中に別の潮流があったから、まあ、使われてるだけじゃない潮流だろうからね、うん、この南京大学がどういうかというと、今山本さんが言われてるように平均型は違いますよ、と思うんですよ、いわゆるね。そういうその差があると思うけど、それでもそれを共有してるわけだから。でこれは1989年革命以前のソ連では現れなかったですよ。その1989年革命があって、ソ連が崩壊して中国はその占めた位置にあるんだと思いますけどね。あんまり中国の体制とはあんまり抵触しないところで喋ってるんですよね。もうそれは言えるんだよね。直接的に内部批判的な形で喋ったわけじゃないんでしょ。だと。まあ別に言うのは日本だと言うから、中国にいてはだからそういうね、国立大学に在籍してしながらどれも書けるかっていうのは、国立的にやったら絶対に抵触すると思う。引っかかると思いますよ。著作を日本に展開してないからね。そこも、ちょっと一本ずつ。目を出した。絶対抵触する気がするね、まともにやったら。国家体制と。そうでない。これ、国家から見たら、そんなグリグリしてないよ。使うと思う。そんなグリグリにはしてないよ。だ許容範囲だよ。そんな、だ許容範囲っていうかね、うまく泳がしてるだけだと思う。だからどういう批判をしてるか分かりませんけど、もうその本でね、やっぱり吉本風に言えない、私なんかは、やっぱりじゃあソフトスタリニズムの中の範疇のあれでやって、まだ当然そういう人たちだったら、ラガンとかアルチュスタイルとか批判は当然するだろうし、じゃあそこでどこまでその批判がね、批判的にあれが深められているかっていうのはちょっと何も分かりませんけどもね。でも言うと思うんですよ、その辺のね、あれだったらそれくらいは。いや、その人はどうということじゃなくてね、一般的にね。そういえば中国で平松渡る記念館ができるみたいな話あったんだ。こういうのあるんですよ。直接今言ってる平松学科と南京大学の関係でね。直接。日本共産党みたいなことです。それでシンポジウムを直接やってるんですよ、平松学科の関係って。これ留学生から聞いたのはともかくマルクス主義研究は日本語と通じなきゃもう分かんないですよ。それに関してはですね、張さんは日本のマルクス研究最高だと言ってますね。望月生理と伊達生命、それに出してですね、そう思うよ、そういうふうに言ってます。そこはね、確か後書きで確か書いてます。後書きが一番最初、どっち、一番最初ね、一番日本語版序文で書いてます。そのことをはっきりと、日本最高峰だと。
日本の、ね、最高峰であったという確定ですけどね。で、具体的には平田生命を無視する。誰が見たってそう。なのに一般理論化するとブレてる。マルクス主義者たち頑張ってくださいよっていう。でも別の言い方するとあれなんですよ。商業的にはマルクス主義に名乗っちゃったからすんごい物事が逆に簡単なのよ、ね、それを名乗らないというよりもそれを真正面から対決しながら新しい領域開くってね、本当にこれするんですよ。そうそうですね。それを僕は吉野さんからも姿勢として学んだ、うん、もうこれ行くしかない。いたずらのまさに連帯は求めない。きついな。まあそれは分かります。さてもう9時になったんですが結局今日は三口行かなかったということで、いやだから鬱という関係性は今言ったようにまさに現代社会の本質的な問題として理解するあれで、単なる鬱病の症例的なね解明の問題ではないということを位置づいたらいいんじゃないですか。一応、まあ、一応30万円ということで、もう一回次回に3年進行ということで、ちょっとだけ言わせてもらっていいですか。心的現象論でね、心的現象論がやっぱりその臨床心理士とか精神科医でなぜ読まれないかということで、その読み方の問題があると思うんですけど、関係論というところで吉本さんは共同幻想と対幻想と個人幻想の、関係がのギクシャクが身体の沈黙さになるっていう、まず最初に24で話があって、その後持ってきたのは一つの症状として、妄想だとか幻覚だとかっていう一つのその、症状をその関係としてのギクシャクがこういう妄想とか幻覚に出てくるよっていうことを、やって、あ、3時までと今日終わりにしようってこと、もう一度、うつ病まで終わりにしようってことなんですよ。ちょっと3時までね。いや、今日やってないから。だから仕切り直しでいいんでしょ。そうそうそう、仕切り直しってことでいい。そうです、ましょう。ああ、じゃあいいですよ。じゃあ次回に、次回にちょっと何か言ってもいい。で30まではその症状を、吉本さんが言ったんだけども、そのみんなが分かりにくいっていうのはその関係のギクシャクが、そういう症状で出てくるっていうね、一つの例として吉本さんは、妄想だとか幻覚だということを、まず30までに出して、それをどういうふうに、関係の、関係の軋轢が、身体の沈黙さになって出てくるかっていうのをやって、で31からここから始まるのは、うつ病っていう今度は疾病単位を31から扱うんだけども、その、関係論はうつ病みたいなことじゃなくて、これは森山君夫さんだとか高岡健さんがやったことなんだけども、吉本さんはその関係のちぐはぐさが、一つの例としてうつ病という疾病単位で言えばこうなるよって話をしてるんであって、それは、他でまだ考えれるのは統合失調症だったら、こういうその関係構造の問題が、統合失調症になる、あるいは解離性障害だったらこういう、なんだろう関係性がなるっていう、その一つの例としてうつ病を出してると思うんですが、そこのところがこう分からないから、なんか関係論でなんでうつ病なんだみたいになるけども、森山さんはとか高岡健さんがやったっていうのは、うつ病という位置づけと同じように関係論の中で、統合失調症だとか解離性障害っていうのを位置づけていったっていうのが、あの人たちの役割かな、やってきたことかなと思って、僕はそれはそこが分かれば随分こう分かってくれる人がいるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどね。だから本質的にはその自分の中における自分の存在と非存在とのこう関係性の
葛藤、うん、それが要するに対象という形で設定された時にその対象が要するに自分自身がその対象になってしまうという極限に行ってその対象それ自体を要するに今度は非存在として否定しちゃうわけですからそこのこのメカニズムの関係の中でなされているだから僕の言い方だと自己幻想のさらなる次元さらなる本質次元でのその心的 自己関係論の世界だっていう感じなんですよ ね, ね, ねでそれはそれほどその心的自己幻想の中の世界であるがゆえに共同幻想的な世界の繁栄的な世界を同時に表すことができているというふうに見ていくんですよ。でそうするとこっちの方はその国家でも資本でもその世界があの次元で現れてくる。でそれを要するに生物的そのあのうつ病の方はもう薬物とか生物的な処理にみんな入っちゃうじゃないですか、うん、そういう問題では全然ないよ、うんうんうん、今日の最初のあたりのところに、うん、途中で旦那とうまくいってない女性奥さんが出てくるじゃないですか、うん、追幻想の問題とうつ病の、うん、うつ病の人の追幻想の考え方、うんうん、あと、関係の問題関係の問題として、うん、あのこのうつ病に入ったところ、うんうんうん、あそこに関係論的なものが出てきますよね、うん、自己幻想と追幻想との、うん、その相互、うんをうつ病の面から見たっていう形の視点がある。だちょっと僕、共同幻想との関係っていう形で、うつ病の人の共同幻想どう関わるかってちょっとまだ読んでないんで、うん、これから出てくるか分かんないんですけど、うん、追幻想のところは明確になんか取り出して、問題としてうつの症状がどうなるかという観点で出てますよね、今日の中で。その症例の中に。症例の中に、うん。だからちょっと、ね、うつ病そのものって何ぞやっていうと、やっぱり個人幻想の、ちぐはぐさだと思うんですね。それに自己幻想ね、うんうん、そのことはちょっとまた次回ちょっと言わせてもらえたらありがたいなと。あもうちょっといるかもしれない、今日は一番3時まで進行してこれで終わりになるかなと思ってちょっと最後に32、33まで、次回昔はもううつ病だらけでしょ本当にめっちゃうつ病、僕の人はそのうつ病担当してて悲しい悲哀という世界ではまだ事故が見えているように見えてないんだけど、うつという世界に入った瞬間にその構造的な世界が見えてくるという関係的世界ですね。この次元がこれ違うんだっていう、ここの本質論的なところですね。うつの彼がこれを理解できるのか全然これって関係ねえよっていうのか、それ難しいですね。そうそうそう、それは本当にね、そこで言ってもらうと本当にね、それだけでその後打つねとも知らんけどで冷たくつけますけど、打つの方っていうのは僕らもちっちゃく見て仕事やってて明日忙しいと思ったら急に休んじゃっていなくなっちゃって全然気落ちして出てくるんだよね、うん、でこっちはもう一生懸命悩んで、本人は意外と僕病気でしたからとか言ってて、ちょっと待ってくれよ、こっちの気持ちを抱えてくれよって言うんだよ。非常にいろいろなんか、異変をしたらなんか意外とこの頃、家で散歩して元気な人も意外と無理できるみたいです。ちょっとうつうつってなんかちょっと、まあ、軽うつって問題もあるし。なんですけど、ここ、うつという関係で3出てますよね。で、それで症例を分析してるので、宇田さんも臨床心理士ですから、こういうその症例分析というのはどういう意味があるのかということを次回もできませんので説明をお願いしたいと思います。今私のところです、はいはい、実際の現場をね、まあ、医者的な立場で、現場の医者として医者じゃないけどね、まあ、臨床心理士で、まあ、医者的な、医者的な、できる立場でやってますので、そうですね、はい、しばらく宇田さんにかできちゃうか内部してもいやいや、それはね、やっぱり、ね、山本さんね、例えば今日のところでもしやっとしたらね、私が山本さんに聞かれたら現象学のところが出てくるじゃないですか、フロイトの後、うん、であの辺がやっぱり私はちょっと2人が出てきて、それでまあちょっと次回その辺の話をさせていただきたいなと、うん、臨床例を使う分析の仕方、方法的な問題を提起してほしい。うん、ちょっと、もう一回そういう目で見てやらせていただきたい。どうも、すみません。ありがとうございました。